試合終わって帰ってきました、結果は6対1で勝利しました。ありがとうございます。個人的な結果はなんと今日の試合のタッチで5。今週からちょっと練習にちょっと比重を置きすぎてたとこがあったんで、試合に向けて練習を調整していくみたいな感じでやってたんで、その成果が出てよかったなと思います。でも一番影響があったのは相手選手が2人退場になったんで、スペースがら空きでほぼ毎回ちゃんとした1対1みたいな、グラウンドも小さい中で逆に相手2人少なかったんで、すぐにゴール前まで行きますしっていうところでよかったなと思います。出場時間は20分ほどでした。怪我が度重なって、試合感もなくてちょっとさまよってたとこもあったんですけど、まあ、今日こうやって目に見える結果が出たので、この波に乗って、頑張りたいと思います。皆さん、このチャンネルのコンセプトは忘れではないでしょうか。このチャンネルのコンセプトはですね、何事もポジティブにということでですね、時期は振る舞ってるんですけどね、この試合の前日に撮った動画がですね、非常に邪気を放っているということでですね、非常に僕は心配だったんですが、彼がゴールを決めたということでね、非常にそれは良かったんじゃないかなと思います。スポーツマンなら誰しもね、プレッシャーがかかってしまう場面で非常にネガティブになってしまうこと多々あると思います。そういうプレッシャーの中でね、彼が動揺してね、信じられへんぐらい同じ言葉連発したりとかね、そういう時あるよねとかね、なちいなとかね、そういう温かい目で見てもらえればね、こちらとしてもありがたい試合でございます。どうもジュケです。ただいま3月12日金曜日の心なし顔が茶色いですよね。急遽動画撮ってます。目のここもなんかちょっと黒いし、スペインに来てからですね、 UD ジャネイラというチームに加入してから、僕の方犬の目もなんか白なってもうてるし、できてなくて、そういう状況なんで、自分の YouTube を通してたくさんの方に僕のプレーを見てもらうことによって、アドバイスをいただいたり、自分自身より覚悟を持った、より責任感を持ったプレーができるんじゃないかと思って、試合のタッチ集を載せていこうと思います。ミスしたシーン、プレーが成功したシーン、全てをお届けしようと思います。自分が今本来のパフォーマンスが出せないって言ったんですけど、一番の原因は3分の2しかないグラウンドの大きさの中で、俺はこのプレーをいつもできるからって言って、普段よりグラウンドがちっちゃいのにそれをしようとして失敗するっていうことをずっと繰り返してね、1ヶ月くらいですかね、試合でもなかなかいいパフォーマンスを出せてなくて、どんだけ練習でいいプレーしても監督がその僕に任せきれないというか、練習できても試合でできないやつみたいな多分思われてると思います。そういった外的な環境の変化によって、今現在練習にその外的なストレスによって外的な、外的な
環境外的な要因によって、そうですね、外的な要因によって、外的な要因によって試合で、この1分間でね、彼は外的という単語を10回言いました。これは非常にやばいですね。非常にやばいという診断結果だけ出しておきます。いつも通りの自分が出せるんじゃないかと思って YouTube に載せていこうと思います。このままではね、絶対無理だと思うんで、覚悟を持って、明日から真剣勝負、していこうと思います。てな感じで明日に向けて、しっかり休みたいと思います。ではまた明日、バイバイ。